月山古墳は奈良県大和高田市、月山あざ城山にある古墳。形状は前方公園墳、う見古墳群を構成する古墳の一つ。実際の被葬者は明らかでないが、区内庁により岩園両母山高地として両母山高地に事情されている。区内庁が岩園両母山高地として管理しているため、一般市民は立ち入ることはできない。墳はメートルあり。 公園部計は120メートル、前方部幅は105メートルである。情報は少ないが、採集された埴輪編から4世紀後半の築造が考えられている。紛糾の断築については、詳しい調査が行われていないが、前方部2段築成、公園部3段築成、前方部3段築成、公園部3段築成、前方部3段築成、公園部4段築成等の説がある。 歴史的には不明であるが、南西約300メートル離れた、倉北池と同様に、城として使用された可能性があり、すぐ南方にも、城と関係を推測させる馬場崎という場所がある。また、噴球場にも小道が巡っており、噴球の元の形が崩れている。集合にかかる、外包みは、公園部北方にあり、また、北方の集合は、 外側から埋め立てられて細く変形しており、本来の集合は南北対象であったと思われる。噴球の公園部と前方部の接合部である南側だけに外観から作り出しの存在が確認できる。ガモウ訓兵の三領市では、南にある全長75メートルの前方公園噴であるキツイズ古墳陵墓山高地と、共に、ブレツ天皇陵と建造天皇陵に否定されている。 古地図には、共に、片岡市廃岡の北領、南領として記されてもおり、付近の地名である岩江にや、岩畜郷の名の言われと思われる。また、江戸時代には、墳丘上に、埴輪が散乱し、大穴があったことが知られており、すでに洞窟されていると考えられる。折口忍も、付近の友人宅に滞在し、村人の誇り高さに感銘を受けるとともに、 被壮者の推定を行っているが、結論は出していない。特に折口の月山古墳に対する愛着は、尋常でなく、大間寺三景と共にたびたび訪れ、自分を、ガモウ君平、友い林公平、川地俊明に続くと、新鮮三領師に書き、古墳がある月山の里を、尊一、聖地とまで書いている。古い遺書を伝える村と書いていることから、 何か伝承を見分していた可能性がある。また、低質量母伝説地に、月山古墳が指定された折、狂気したと言っている。墳休の中心軸の延長線について、公園部方向は、二条山の南にある、竹の内街道の峠付近を通り、前方部方向は、橋墓やひばる神社付近を通る。少し外れるが、三輪山方向でもあり、前方部東方向には、 直径95メートルの近畿最大の円墳である、コンピラ山古墳がある。コンピラ山古墳は、公開主語として知られる、コンピラ神社が、墳球場に祀ってあったことから、名がついたもので、美和さん、大美和神社の大物主神と祭神が同じであるのは、興味深い。また、月山古墳の周津住体とコンピラ山古墳の間に、数メートルの段差があり、それが、南に、 月山古墳を囲む形で伸びており、一これは月山古墳の20号の痕跡と推定されている。月山古墳は多くの大小古墳に囲まれており、月山駅前すぐ南の陰気山古墳、大谷山自然公園の中に残る複数の古墳、寒山古墳、古屋敷古墳、茶臼山古墳、前述のきつい塚古墳、コンピラ山古墳等がある。 関係性があると思われるが、月山駅北側にも黒井山の黒石群、江上電子軍、萌えさし群等の多くの古墳があり、新山古墳もある。また、明治時代に黒井山の古墳の洞窟県議で村人の事情聴取が行われたが、小さな古墳の被装者の名でさえ、その時は忘れられていたが、もともと言い伝えがあったことがわかる。月山古墳に関係する家電等の調査が望まれる。 月山古墳とその周辺の古墳群、国土交通省国土画像情報をもとに作成。ありがとうございます。